月も入りぬ。雲の上も涙にくるる秋の月。いかですむらん朝日風の宿。雲の上も涙にくるる秋の月。いかですむらん朝日風の宿。おぼしめしやりつつ、ともし火を掲げ尽くして、おきごわします。うこんのつかさのとのい申しの声聞こゆるは、牛になりぬなる、なりぬなるべし。人目をおぼして、夜のおとどにいらせたまいても、まどろませたもうことかたし。明日に起きさせたもうとても、あくるも知らでっとおぼしいずるにも、なお、朝祭りごとは怠らせたまいぬべかり、めり。もう月も隠れた。月も西の空に沈んだ。雲の上も、これはもう二つ当然欠けているわけですね。実際の空の雲の上と、それから宮中を雲の上という比喩の言い方と。でもそのうちでは、ここではより多く意味しているのは、つまり宮中ですよね。月もちょうど沈んだわけです。それで折しも雲の上も涙にくるる秋の月、この宮中のものにさえ悲しみの涙でくるるっていうのはたびたび今までも、古事記の講義にも言いましたし、春の講義の時にも言いましたけども、来るっていうのは暗くなるということですね。日が暮れるっていうのは暗くなるってことです。恋ゆえに目がくらむとか、欲のために目がくらむとかっていうのは、目の前が真っ暗になってしまって物の判断もつかなくなる、物のあやめも見分けられなくなる。それが欲に目がくらむとか、恋ゆえに目がくらむとか、やがて、恋は盲目とかいうふうに言うようになる元ですね。日が暮れるっていうのも、日の光が暗くなるという実感的な言い方から、その日が終わるというふうな広い意味にまで広がっていくわけですが。ですから、雲の上も涙にくるる秋の月、この宮中にいてすら涙のために、悲しみの涙のために、目先が暗くなって月も見えなくなる、その秋の月、いかですむらん朝日風の宿。それが亡き行為の里では残された者だけが寂しく言うであろう、亡き行為の里ではどんなに住んでいるだろうかな。母上や、あるいは若君のいらっしゃるその亡き人の里を思いやっていられる歌ですね。おぼしめしやりつつ、ともし火を掲げ尽くして、おきおわします。その寂しい行為の里に思いを馳せ、思いを馳せして、やりつつ、もうやっぱり9つも反復繰り返しにいておくのがいいですね。思いやりになり、思いやりになりして、そして
灯火を掲げ尽くして、掲げ尽くしてってのは、掲げるっていうのは灯芯をかき上げることです。夜更けるにつれてこう油に浸っている灯芯がだん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 こう短くなっていく、それをまた引き上げる、かき上げる、また短くなっていく、またかき上げる、そしてついにその灯芯がもうなくなりそうになる、それを灯火を掲げ尽くしてというわけですね。掲げは灯芯をかき上げることです。で起きていらっしゃる。やがて右近の司の殿井申しの声聞こえるわ。右近エフ、右近エフ、左近エフの、その右近エフの司人が、役人が、殿井申し、宿直の名乗りをするわけですね。今宵の殿井は誰々が務めまするというふうなことを名乗りをするわけです。その殿井申しの声が聞こえるのはもう丑の時になったのであろう、午前2時頃ですね。人目をおぼして夜の音にいらせたまいても、周りの者の目をお気になさって、夜のお休み場所にお入りになって後もまどろませたまこと片し、さっきの幻と同じように まどろむは目がトロトロすること、目がトロトロっとほんの軽い眠りにお入りになることもおできにならない、明日に起きさせたもうとて、起きさせたもうとてもあくるも知らでとおぼしいずるにも、なお朝祭りごとは怠らせたまいぬべかめる。で朝になって大きになったにつけてもあくるも知らでってのは思い出していられるわけですね。行為と共にいたときは夜の明けるのも知らないで、すっかり周りが夜が明けてしまったということも知らないで寝ていたことだと大思い出しになるにつけても、やっぱり今も朝祭りごとは怠らせたまいぬべかまり、朝祭りごと、朝の祭りごとをお聞きになる感じの場ですね。そこにお望みになることは、気がお進みにならぬ様子である。まだ朝祭りごとをお聞きになるお気持ちに同じにならないようである。これも聴聞歌にありましたね。祭りごとをおろそかにしてしまう帝の様子が出てきておりました。おそらくここら辺の文章の書きようの中に聴聞歌の影響があるのは もちろん言うまでもありませんけれども、もう一つ、もう少し前に出てきましたね、亭主の院が欠かせたまたもうて、そして、伊勢と貫之に、その屏風歌を作らせになったという、その伊勢の子、女房の伊勢が作った屏風歌10首あるわけですが、そのうちの一つ、最初の歌が、「
玉すだれ、あくるも知らで寝し者を、夢にもみじと思いかけてやる。玉すだれ、あくるも知らで寝し者を、夢にもみじと思いかけきや。おそらくこの歌などが作者の意識の上に、紫式部の意識の上にあるんでしょうね。玉すだれ、それじゃないけれども、あくるを言うための序ですね、序言葉ですが、あくるも知らでねしもの、あの行為がいた頃、いやこれは実は聖言歌を伊勢が心に持って読んだわけですから、元祖皇帝の気持ちになって読んだ歌ですから、行為がと言っちゃまずいんですが、世の明けるのも知らないで陽気日とともに二人の夜を寝たものを、こんなに夢にもみじと思いかけきや、夢にすら見なくなってしまうというふうなことを、思うことすらしただろうかというふうな元祖皇帝の嘆きを聖言歌の場面を書かれた、その屏風歌として読んだわけですが、それがおそらくここら辺にも響いてきているんでしょう。あくるも知らでとおぼしいずるにも、というふうなところですね。先輩の平安京の古今集の時代の代表的な歌人の女房ですからね、伊勢は。古今集の中では小野小町がかけ離れてこう古い歌の名手ですけれども、古今集の時代の歌の名手はこの伊勢が随一の人です。